銀山マシコは、スズメメアトリカに分類される鳥類の一種である。アメリカ合衆国、カザフスタン、カナダ、スウェーデン、中華人民共和国北部、日本、ノルウェー、フィンランド、モンゴル、ラトビア、ロシアスカンジナビア半島北部から、ロシア極東地域に至るユーラシア大陸のアカンタと、アラスカ、カナダ北部、ロッキー山脈で繁殖し、一部の個体は陶器に、 南方へ渡る。日本では北海道の鉱山で少数が繁殖するほか、冬鳥として北海道の各地にトライする。本州では冬季稀に観察される。全長20から22センチメートル。腹部の羽毛は灰色。翼や尾羽の羽毛は黒褐色で、羽縁は単色。オスは全身が赤い羽毛で覆われる。メスは全身が高褐色の羽毛で覆われる。 4から11亜種に分かれるとされる。日本では次の2亜種が記録されている。鉱山帯や新葉樹林に生息する。陶器になると標高の低い場所へ移動し、小規模の群れを形成する。陶器には市街地の街路樹でも見られる。植生は雑食で昆虫類、木の葉、果実等を食べる。地上でも樹上でも採食を行う。 ピニコライニュークリエイターハイマツ等の木の絵に枯れ枝を組み合わせた皿状の巣を作り、日本では5の6月に1回に3から5個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は13から14日。ヒナは孵化してから約14日で巣立つ。比較的人を恐れない。地鳴きはピュルピュルなど。さえずりはピュイピュイピュヨピュヨピュヨ。 ピュルピュルピュロルリリなどのように聞こえる。ありがとうございます。